てください。現在ね、市議会議員の阿部俊博君でございます。はい、ここね、見覚えがあると思うんですけども、私のチャンネルで以前紹介したので、覚えてる方もおらっしゃると思いますが、この看板ね、見覚えがあると思います。はい、ただですね、見てください、こちら、私のね、動画でご紹介いたしましたけれども、こちらのですね、岸田文雄総理大臣とですね、井上真司さんのですね、この2連ポスター、これ選挙違反でございます。選挙期間中はですね、これ貼れません。はい、貼れません、掲載できません。これ最近貼り替えたんですよね、今月になって貼り替えました。見てもらえばわかるんですけれども、岸田さんね、もちろん、10月にですね、総理大臣になったばかりです。それとですね、井上真司先生、見てください、前国務大臣、衆議院議員って書いてありますね。前ということは、解散がですね、今月でございますから、今月10月に解散しましたから、もちろんですね、これ印刷したのは、今月、またですね、掲載したのも今月ということがわかります。はい、このポスターをね、見てわかります。はい。